いやあ、せな気がきゅすきだよ。よっしゃあ、今回は、四季よく夢見てるは夢見てる、第6話、既成面事件、パート2やっていきたいと思います。あ、ごめんなさいね。ジェイソンさんのおっぱいに、目が釘付けになってましたね。へへ、戻りまーす。じゃあ、コンチニュー、いきます。はいよ。 よしじゃあ、前回のあらすじってことでね、あの、前回ね、悪いな、てる。この車は5人乗りなんだ、っていうことでね、ゆ <laughs> りさんとりゅうがさんが、はぶられて、なぜかチェリーちゃんが現れるという謎現象が起きている、この5人組で、何々県へ向かったって、どこの県なんだろう。あ一応ちょっと、そこまで遠くもないようなところ、東京で出発して、 これは何だどの辺かな神奈川の隣やけん、山梨いや、わからん、俺 <laughs>。地理苦手やけんさ。けど、あの、富士山が近くにありそうなところやな、これ、たぶん。あ、ほんとに富士山の近くって言ってて。県境にあるという何々県、銀属地へと向かった。 もうこう何々県ってさ、い,い富士山のと名刺取るところって,って、ね、だいたいバレるんよな、これ。あ <laughs> とで調べておこう。おぉ。<laughs> なんか魂が抜けた横顔してますね。うん、運転、上手ですね。<laughs> 本国でも運転してましたから、アメリカでですかはい。 それより何か聞いておきたいことはありますかスリーサイズスリーサイズは何ぼすかおっぱいのサイズが気になる。おっほっほっほ,っほ。あ、おっぱいよりも彼氏のことが気になるか、てるくん。うん、そうだよな。こんだけ美人だったら何かしらあ、でもこの人なんかさ、コスプレとか似合いそうだからな。意外と二次元オタクとかにモテそうだよな。ベネヨッタとかのコスプレが似合いそうだな。彼氏はいるのか い,いえ、いません。あ、普通に答えてくれたわ。<laughs> いないのかー。それはもったいないなー。<laughs> 両親が殺された後、私を支えてくれる人はいませんでした。出る <laughs>、あなたたちが協力してくれてとても嬉しかったです。<laughs> あ、ごめんななんかごめん。いや、なんか、<laughs> 軽い気持ちでさ、彼氏いますかとか聞いて、なんかごめんなさい。なんか。 結構暗い話された。<laughs> 他に聞いておきたいことはありますかじゃあ真面目な話します。両親が亡くなった時のこと。私の両親ですかはい。既成面がどうやって襲ったのか教えてくれますか寄生したり決まってんだろうが。既 <laughs> 成面って言いながら帰せずに襲ってきたらなんかええってなるけどね。両親が殺された日、私は偶然家を出ていました。 だから現場検証から推測された話になります。はいはい。既成麺は人の顔に取り付くお面です。でしょうね。<laughs> そりゃ既成麺だったらそりゃそうでしょうね。<laughs> なんかさ、遠回しに普通のことを言われてるような気がするね。既成麺はまず母の顔に取り付きました。 そして母の体を操り、父の頭をナイフで切り落としたのです。うわさらっと怖いことをやるな、既成面うわ <laughs> グロいな、既成面帰宅した家には、父の体と既成面だけが残されていました。父の頭、そして母の体はどこかに消えてしまいました。何それ父の頭が消えていましたって、ね、スクールデイズの最終話か、お前。 ですが、血液反応から母の血が大量に出ていたことが分かりました。二人とも死亡したのは間違いありません。自分のことを察したんかな母親は。そうだったんですね。<laughs> 他に聞いておきたいことはありますか <laughs> えーっと、既成名を持ち出した理由。そうやな、これやな。なんでそんな危ないものをわざわざ持ってきてまで助けを求めに来たのか。 父が既成面を持ち出してあそっちが父か <laughs> あそれも聞いやろなな,なんで既成面をさ探しとったんかってやっと見つけたって言ったもんなはいお父さんはどうしてそんな危険なものを持っていたんですか父は考古学を学んでいましたバツバツ県のある地域を伝わる既成面の伝承を調べていたのです学会で発表するためにどうしても既成面を手に入れたかった だから、金属地に足を踏み入れ、偽物を持ち帰ってしまったのです。偽物だったらいいやという気持ちだったんかな。確かに、父のしたことは泥棒です。ですが、死をもって罰せられるほどではありません。それに、関係のない母も殺される理由はなかったはずです。そして、生命を持ち続けている私も、いずれ野を触れて殺されるでしょう。 そうなる前に、既成面を元の場所へ返しに行かなければなりません。なるほどな。私は既成面が憎いです。そうか。やけに後ろが静けだな。<laughs> <laughs> なんだこのスイーショット <laughs>。異色やな。は ジ・アルフィーかな <laughs> これ未来のジアルフィーかな <laughs> あとさチェリーちゃんさその髪形嫌とか言いながらさもう慣れたんか知らんけどさ普通にその髪型のもんやなもう戻してもらうとかせんかったんやな <laughs> もう受け入れたんやなこのブロッコリーちゃんとしての自分をもういいやもうチーちゃんとは呼言わずにブロッコリーちゃんと呼ぼう <laughs> 頭が大きくなってないかはははははは前回チリーさんは病院病院へ行って失敗しブロッコリーになって帰ってきたほ <laughs> 当にブロッコリー言うとですそれ以来ずっと不機嫌だったのだがキラ先輩は連れてきてくれたキラ先輩には心を許しているみたいだけど二人はどういう関係なんだろうホモカップル あなんだかお腹すいたなーあお前はボボボボボボ,ボかお前 <laughs> アホから何でも出せるって感じかお前は <laughs> そのうちパカッて割れて中からリズが出てきたりするんじゃないかお前 <laughs> ルナちゃんキャンディ食べる わーいじいさん、ありがとういや、抵抗もてや、お前。<laughs> 髪の中から出てきた雨を食らうくのりか、お前。よかったな、ルナ。よかったんだろうか。<laughs> まだホラーな瞬間、出てきてないのに、ホラー見たいような効果音流れたし。す <laughs> さサさに止めた、兄貴。どうしたじゃないわ、お前。 失礼しちゃうわね暴れないでください仲良くしましょうやりたい放題だ。<laughs> いや、まあ、まぁギャグばっかやないか <laughs> 今のとこギャグばっかやないかお前 <laughs> どこが夏にふさわしいホラー養分多めやねお前 <laughs> 皆さん、着きましたよ。そうじゃ、こっからじゃ。多分、こっからホラーが増えてくるんだろうな。いつ襲われてもおかしくないぞ。来た。ミステリースポット。ミステリースポットか。金足地。ここが金足地です。山を削った動物の中に、寄生面が祀られていた祭壇があるはずです。さあ、行きましょう。 そこに行って封印するのが目的とこのさっき現実の祭壇の中には偽物の既成面がありました父はそれを持ち出してしまったのですほうほうテルここから夢の中へ入るにはどうしたらいいですか俺の能力ドリームリンクで夢の入り口を開きます おう、oh, アニメみたいね。<laughs> ジェイソンさんの見た目も結構アニメっぽい感じよな。アニメに出てきそうな感じやけどな。コスプレしてんのかなって思うぐらい。夢の中に入ったら何が起こるかわからない。現実に偽物があったということは、夢の中にも罠が仕掛けられているかもしれない。注意していきましょう。OK。こっからですよ。ルナ。 お前は車の中で待っていていくれピンチになった赤い糸で出口を知らせてくれ分かったよお兄ちゃん気をつけてね <laughs> ルナちゃんキャンディ置いておくわね <laughs> まだキャンディー持ってたのかお前全部食べていいからねありがとうジェリーさん <laughs> <laughs> これはやめとけ、っていう感じの視線の無言<る>おい出る、はい、何ですかはいこれ <laughs> もう良いシュートだなお前 <laughs> 前作でこれ便利と思ってさいつまでも戻った感じなんキラ先輩ストレッジハンマー持ってきたんですねでも今回はキラ先輩もいるんですから自分で持ってたらいいじゃないですか <laughs> 大丈夫だもう一本ある <laughs> 本当ほんと用意周到っすねやる気まんまじゃないですかまさかわざわざ買ったんですかああ <laughs> 分かりました俺も持ちます <laughs> いや、もう <laughs> キラ先輩巻き込まれる気まんまななお前楽しんでるだろお前 <laughs> スイッチハンバーをキラ先輩から受け付ぎました いや、その受け継ぎましたっていう言い方どりがだらん <laughs> マスターソードかその,その辺りみたいな感じになったらやん気を引き締めていこうぜはいきたそれじゃあきますよ <Okay. 笑> 気をつけてね 来ましたドリームリンクの能力で夢へ突入だ行きましょうさあ金属地おおやばいなこの先何が待ち受けてるか分からんからな奇成名偽物がさ今1個手元にあるけどさまだ2個3個あってもおかしくないと考えたらやばいですねおっと定番のライトのオンオフのやつ ちょっとジェイソンさんのさ、セクシーな感じのさ、驚いた声を聞きたい。お前ら、えーと、こっちか。決定機、こっち。どうしたお前じゃないわ。違うよ。キラ先輩の言葉が聞きたかったわけじゃない。俺は、ね、<laughs> ジェイソンさんのセクシーなさ、おーって、そういうちょっと反応見たかった。んしたお前じゃないって言ってんだろが。<laughs> わかったかキラら先輩、抑えて。俺が聞きたいのはジェイソンさんだよ。あ,あ、黙って、口し、ちゃくちゃくし、ちゃくちゃくし、行くよ。なんだよお前じゃねって言ってたさいいね待ってください。いいね、さいどうした <laughs> よっしゃ、行こうか。 だってさ、後ろのこの木の並び方もすっごい不気味。おっと、この、コウモリかなこれも不気味。あ、動物やけん、コウモリもおるか。何の音だほんと不気味。この足音でさ、ピチャピチャ鳴なってるあたり、ちょっと濡れとんやな。このあたりもちょっと不気味な要素。おっやべえやんこれ、これこの向こうでなんかさ、なんか銅像的な、ゴーレム的な眠てんじゃないの 扉だ。これサイレントヒルの世界だったっけこれ。色欲じゃなくてサイレントヒルの世界だったっけ開けても大丈夫だろうか。<ー>罠があるかもしれません。ここは慎重に開いたりするか向こう側から展銃がドキュンって飛んできたりするうシステムか。ほ <laughs> ら、スリラー映画のうみたいな感じかもしれんぞ。確かに。<laughs> でもここは開けないと奥に行けねえぜ。確かに。 それもそうですね。何があったら、全力で逃げましょう。いや、逃げるわけにはいかないですよ。よし、飽きちゃおう。ルナー。<laughs> よし、そうしよう。んルナ、なんでいるんだよ。<laughs> だって、お兄ちゃんが心配だったんだもん <laughs> お前 <laughs>、どんだけてるくんのことが <laughs> 心配にならないんだお前は <laughs>。自分の役目を軽々と放棄してきてんじゃないわお前。お前がついてきたら外に出られないだろ。それより早く行こうよ。いや、それよりで片付けていいものでないわ今 <laughs>。今の言葉は。お,おい。 しかも開けちゃった普通に開けちゃったほら大丈夫だよ特に笑もないのかいや、一番大丈夫じゃないのはルナちゃんのさ、軽率さだよ。大丈夫かよいやいや、ちょっと待て。ルナ、お前は外で待っててくれよ。 でも、お兄ちゃん、あんなところでってるなんて寂しいよー。いや、そうだろうけどさ。<laughs> いや、スマホ、前回の最後にさ、スマホあげたんやけど、スマホアプリで遊んでなさい。シャドーバースとか面白いよ、シャドーバースとか。お前がここにいたら出られなくなるだろう。ほら、U ターンして、あえ扉が。 開かない来たドギナああやで開かないわブロッコリーちゃんの力を使ってもか閉じ込められた出る出るドリームリンクで出られないかよドリームリンクは記憶の真相へ行くための能力なので夢の奥に行くことはできても外に繋げることはできないんですそうなのか ルナが外にいれば、なぜか出口側にも道を作ることができるんですが、今はルナがここにいるので、それができません。いや、それ、そんなややこしい能力だったのが。いや、完全にルナちゃん、失策やないか、お前。<laughs> 皆さん、この目を持っている限り、キセ面は私たちを抜かさないつもりなのかもしれません。祭壇まで行くしか。 ないなぁ。おい、ルナ。ご、ごめん、お兄ちゃん。わ、私も行くから、寄生面を返しに行こう。自分がおったら許してもらえると思っとんか、お前。寄 <laughs> 生面に、お前。自分がおるのとおらノのとお家帰書いたぞって言いたいのか、お前は。謝るときに。テレちゃん、みんなが無事にお面を返してくればいいんでしょ。きっと大丈夫よ。 もう行きましょ。はあ、わかりました。大丈夫かな。